こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい。また3連戦振り返るの時間がやってきましたよ。ああ、やったな。やってきましたよ。やったなっていうか、まあやってきたというかね。うん、まあお盆も今日で最後ということで。長い人はね、今日が最初のお休みだっていう人が多いって言いますけど。まあねうん、なんかプロ野球も、なんかこう、ちょっと落ち着くかなという感じがする。うん。ね。まあ9連戦とか、いろんな、まあ台風があって移動がね、大変だったとか、もうあらかじめね、いろいろあったしな、中止になってしまった試合もあったり、まあ、そうだね、ちょっと天候ね、少し暑さを和らいできたかな、まあ、ちょっと夜になるとな、まあね、日中日差しがある時はかな、あれだけど、まあナイターは少しは楽になってるかなという感じするけどね、うんうんうん、なんかね虫の声が秋っぽくなってるね、まあ、そうだね、うん、はい、今日も看板やちいちゃんよろしくということで、はい、よろしくお願いします、はい、でね、ちょっとパリーが残ってる試合があったんで、前回ね、2試合までお伝えして、残りの1試合、8月15日の試合を先にお伝えします、はい、これは今は書いてあるのスコアですね、はい、はい、ということで日本ハムとロッテは6対1で日本ハムの勝利、はい、西武とソフトバンクはソフトバンクが9対2で勝ちました。オリックス楽天はオリックスが3対2で勝利でした。まあさっといくよ、ね、日本ハム対ロッテね、うん、加藤と佐々木朗希の投げ合い、うん、ね、まあ佐々木朗希がもう早々に足に当たって、うん、まあ、離脱というかちょっとね降板したんだよね、うん、で2番手の坂本が6失点で捕まるんだけども、うん、まああの水野が3回にツーランホームラン、レースが3回に同じ3回にスリーラン打って、もう勝負を早々に決めちゃうんだよね、うん、ただその日本ハムのその起用がさ、2番に細川を、うん、2軍から上げてきたんだよね、うん、で細川っていうのは佐々木朗希に対して非常に相性が良くて、佐々木用に上げてきたという ね、あやっぱりやるなと思いながら新庄監督ね、うん、まあ、思ってたんだけど、もう早々に佐々木が降りたんで、まあ、そういう効果も ないままね、うん、終わってしまったんだけども、まあ、この試合加藤が8回、はい、まあ、100球、うん、8安打4三振無四球、無四球1失点ということで好投して、うん、まあ日本ハムが勝ったという、うん、で、うん、やっぱこうロッテにとって佐々木朗希っていうのはすごく大きな存在だったと思うんだよね、うん、まあ、これが降りてすぐ6失点をするというあたりがね、うん、まあ、やっぱりこう準備もやっぱ佐々木朗希が投げてるから準備もできてなかっただろうし、うん、ちょっと不運な面はあったけども、今後のそのロッテの戦い方の中で、うん、やっぱ佐々木朗希のこう投げる試合っていうのは非常に重要なポイントを握るなっていうのは感じたね。今後どうでしょうね、今回の降板も含め、うん、まあ、降板後、まあ、ベンチで見てる姿があったから、うん、まあ、そんなに大怪我ではないなっていうふうに思ったんだけど、うん、やっぱ大事を取りすぎかなっていうような感じがする、うん、まあ、いろんな面に関してね、うん、まあ、そのチームが血眼になって戦ってる時に、うん、少しだけなんて言うんだろう、過保護すぎるかなっていうような感じもしないではないけどもね、うんうん、まあこれは程度がわからないからさ、うん、ただまあ周りは佐々木朗希にやってほしいという気持ちはね、まあ、たくさんあるだろうし、うんうん、だからまあその期待に応えられるといいなというふうには思うけどね。もちろん、ね、ファンもね、もちろんすごい投げる姿を見たいでしょうしね、はい、うん、で次西武対ソフトバンク、はい、9対2でソフトバンク、うん、山川がねこれ3本のホーム、まあ、初回に24号ツーラン、うん、5回に25号ツーラン、うん、7回に26号ツーラン、うん、もうお腹いっぱいだよ ね。で3回には柳町がツーラン打ってるということで、うん、もうホームランホームランホームランで、それも距離を置いてホームランね、うん、ツーランばっかりだから、うん、まあ、これねたまったもんじゃないよ、うん、ただ西武もやっぱ山川対策っていうのをしないとさ、うん、もう打たれ放題打たれてるなっていう感じがするよね、うんうん、だからまあここら辺はもうちょっと山川を抑えないと話にならなかったという試合だったね、うん、はい、ね、はい、続いてオリックス対楽天、はい、ね、3対2、オリックス、うん、まあ、森が北の盗塁の後タイムリーというね、うん、8回には北が同点タイムリー、うん、紅林が9回サヨナラを打つという、うん、まあ、紅林が3度目の今季サヨナラになるんだけども、はい、まあ、勝負強さがあって、でオリックスが非常に状態が上がってきたなと思うのは、うん、まあ、森の状態ももちろん上がってるんだけど、それ得点につなげる、まあ、盗塁とか、うん、足を使った攻撃とかね、絡ませて得点にしてるとか、そういうことが非常に身になってきてるというかね、やっ
っとなんかオリックスらしい戦い方がここに来てできてきたのかなという感じはする。なるほど。うん、で今まではこう投入しても点が入らないとか先制されてもすぐ逆転されるとか、うん、まあそういうシーンがあったんだけども、やっぱこうこれ一回一瞬こう逆転される試合だったんだけども、うん、まあ北が同点タイムリー、まあ若手がね、うん、で紅林がサヨナラという若手が活動したというね、うん、躍動したというまあそういう試合でまあ勝てたというね、はい、まあまあやっぱこうオリックスっていうのは強い勝ち方を知ってるチームだなっていうような感じはするんだけどもね、うん、まあ、だけどなかなかこうつながらないからね、今後もつなげていってほしいと思います。はい、はい、ということで、はい、これからいきますよ。はい、まずセリーグね、今回行われた3連戦、はい、で2試合が台風によりもう事前に中止が発表された試合がありまして、はい、なので DeNA 巨人とヤクルトと広島の試合は2試合だったんですね。はい、はい、ということで中日と阪神は中日の2勝1引き分け、はい、はい、DeNA と巨人は1勝1敗ずつ、はい、ヤクルト広島も1勝1敗ということになりました。はい、ということで中日対阪神、うん、で、中日は小笠原、メヒア、大野、うん、で阪神の方はビーズリー、村上、大竹、うん、ね、この先発ピッチャーを考えただけでもね、うん、勝敗は逆になってなきゃいけないよね、去年のこと考えて。去年村上と大竹で20勝以上勝ってんだよね、うん、2人だけで、はい、あ、それがやっぱこう1勝もできてないで名古屋を去らなきゃいけないということ、うん、ね、で1試合目2対1中日、うん、初回大山のタイムリーで先制する、これ幸先は良かったんだけども阪神ね、うん、この試合ね3安打に抑えられるのよ、うん、で初回以降ね、初回2安打しててそれ以降はもう1安打、うん、あの6回に中野の内安打が出るんだけどもゲッツーで攻撃を潰してるんだよここも、うんうん、まあ本当にチャンスがないというかね。で中日の方は5回、うん、まあ、代打大島がタイムリーツーベースで同点、6回には先発で起用した川越がホームランで、うん、この2対1で逃げ切ったというね、うん、まあ、試合なんだけども、まあ、3安打じゃどうしようもないなこれは、うん、まあ、チャンスらしいチャンスももう本当に初回に、近本と大山かな、うん、がヒットを打って1点を取ってね、先取点、1人以降は中野の1本だけで終わってんだからゲーム、うん、これはねちょっとどうしようもないなと思ってね、ちょっと打てないという、あれがね、でビーズリーも良かったんだけども、うん、やっぱ点がないと、まあ、勝てないということだよね、うん、はい、で2試合目、はい、5対5の引き分け延長12回、これね、でまあいろいろあって9回、5対3で阪神リードで9回裏ね、うん、ピッチャー岩崎、うん、2アウト満塁から代打村松に代わって福永、ショートへの内野安打、木浪が一生懸命止めたんだよね、すごいね、ファインプレーとファインプレーした、うん、ね、これは1点止まりかなと思ったら、うん、二塁走者ダイソーの、小田が三塁回るホームに駆け込んでんだよね、そうそう、滑り込んでる、ね、もう大西コーチが躊躇なく回してるわけよ、うん、これね俺は暴走だと思ったの一瞬、はいはい、あ、これはいかんと思ったら、うん、そしたら木浪が抑えたホームのライン上に、うん、里輝が入ってんだよね、はいはい、で体勢が悪いから、うん、里輝に預けたわけよボールを、うんうん、で急いで投げるもんだから、うん、サードが飛び出してると思ったんだろうね、うん、里輝が、うん、小田がね、うん、でタッチに行ったらもうまホームの方に走り込んでるからあれみたいになってましたね、うん、あれはねこれは誰かがこれは、ね、大西コーチもこれを想定して回したんだったら素晴らしいけどこれどうやったんやろな、あれ佐藤選手からはランナーがホームに走ってることは見えない、確認せないかんよね、その直前にね、ボール受ける前にってこと、ね、うん、ただその佐藤輝も抜けると思ってカットマンの位置に入ってんだよね、うん、だからかあの木浪が取った後に、うん、ホームは見えないわけよ、サトトルで、うん、そうですよね、だけどランナーを確認したらホームに行ってるから、あ、でも木浪もサトトルにホームに投げてほしいと思って
カットマンに投げたつもりだったかもね。それは言いながらとかした方がいいの？いや、わかる、聞く、わからないと思う。うん、それかもうキャッチャーが覚えてホームとか、うん、周りにいるもん、うん、まあ、ピッチャーもカーンと打たれた後ホームに走るから、うん、バックアップに、うん、だから声をかけるっつっても里照が確認するしかないんだよ ね、 そうですよね。回ったか回らないかは、うん、もう確実にサードにね、佐藤選手は言ってたんでね、うん、ボールと。ただね、レフトまで飛んでたら確認する余裕があったと思うんだけど、自分も取りに行ってカットマンに入らなきゃと思ったら飛びついて取ったもんだから、ね、確認する余裕もなかったと思うんだよ、うん、仕方がないんですよね。ということはこれを防ぐとしたら、うん、木浪がもう一人で投げるしかなかったんだよ、ホームにね。ただ佐藤輝が邪魔になってたことは確かに投げようとしたらでも佐藤輝の位置は間違いではないんだよ、ね、外野に抜ける想定だったね。だからキャッチャーがもうとにかく大声かなんかでバックホームって言うしかないと思うんだよね。でもこの状況を分かって大西コーチが回してるとしたら大ファインプレーだよ。でも本当瞬時ですよね、その、まあ、瞬時だよね、木浪選手が捕球するっていうのがファインプレーで、ね、そうだね、まあ、ただ木浪は俺はホームに投げたようなつもりはあるけどじゃないかなっていうような感じはするけど、ホームにつないでほしいと思って、あ、だからちょっとそこら辺で の、 その確認作業ができてなかったなっていうような感じがするな、ね、向いてる向きとかね、ランナーが見えてる見えてないもありますから、まあね、なかなか難しいプレーでしたね。まあそうだな、ということでここは9回で、まあ、引き分けなんで、ね、同点になっちゃったというね、うん、まあでもね、中日も粘り強くなったな。本当ですね、はい、で3試合目、うん、先制は阪神近本のタイムリー、はい、ね、しかしその裏岡林がタイムリー、うん、細川2点タイムリーツーベースで、まあ、3対1という3回にね、うん、で4回表阪神ノーアウト満塁から梅野が犠牲フライ、うん、で1点止まり、うん、その裏同じようなシチュエーションでノーアウト満塁でバッター大野、うん、レフト前タイムリーヒットピッチャーね、あ、でまあ2アウトになって高橋周平、うん、まあ、タイムリー、細川タイムリーでもう一挙に4点を取るということでね、うん、でやっぱ同じノーアウト満塁から梅野が犠牲フライ、うん、ね、打順的には阪神の方がちょっと良かったと思うんだよ、まあ、ピッチャーは別問題として、うん、ただやっぱこうピッチャーに打たれると、うん、やっぱこうやってつながれてしまうというね、うん、まあ試合だったかなという感じがするよ。だからまあその、まあ、阪神もノーアウト満塁から梅野の犠牲フライ、まあ、1点止まり、うん、これが痛かったなこの試合はね、うん、ただ大野が今季2勝目ということで、うん、ね、よく投げたと思うし、細川が4打数4安打4打点というね、うん、まあ大野はエースって言ってもいいのかな、うんうん、エースと4番が、まあ、こうやって活躍すると、うん、どうだってね、ね、まあ、大野はバッティングでも活躍したけども、ね、うん、まあ、こういう試合になるかなというね、うん、8対4という、うん、ただまあ冒頭にも言ったようにビーズリー村上大竹で一勝もできないっていうことはさ、うん、やっぱちょっとこう阪神は黄色信号が灯ったなっていよいよ、うん、うん、まあそういう風な感じがする、うん、まあ A クラスは死守していくかもわからないけども、うん、優勝ということには黄色信号が多少灯りつつあるかなという、うん、まあ、そんな感じがするね、うん、でこの3試合を見て、うん、まあ、打線のつながりっていうのがちょっと感じられなかったのが、うん、まあ、森下がヒットはなかったということ、この3連戦でね、はい、抑え込まれたということ、うん、やっぱり状態が良かった時っていうのは森下がやっぱ打ってたんだよね、うん、やっぱりこれを見ても阪神の3番、7番、うん、まあ、ここら辺がやっぱポイントを握ってるなっていうふうに思うね、うんうん、だからそこら辺をもう 1,2,3 番、うん、もう左が3枚続いたとしても、うん、森下があれかなと思ったら前側を3番にして6番に森下でもいいのかなっていうような、うん、まあ、感じもしないではないけどもね、うんうん、まあこれはどう考えるか、はい、はい、まあ阪神頑張らないとね、ちょっとね、はい、心配ですね、まあ、中日は点が取れるようになったし粘り強くなってきたね、うん、はい、はい、で続きまして DeNA 対、巨人、うん、ね、石田と K、うん、DeNA はね、うん、で巨人の方は井上と菅野という、はい、1試合目、
まあ、井上非常に良かった、うんね、6回89球、4安打4三振、うん、2四球1失点というね、うん、まあ、非常にゲームも作ったし、まあ、フォアボールも課題にしてたフォアボールも2つでね、うん、収めたということ。ただしやっぱりこう5回の勝ち投手の権利をね得るときに、うん、まあ、ちょっと意識するのが2アウトからフォアボールを出しヒットでつながれ、うん、まあ次の打者をレフトフライに取ったからよかった、まあ得点もあったからね、まあ安心しては見てられたけども、これがちょっとね僅差であればやっぱああいうところで変えられるよっていうような、まだちょっと課題は見えた投球だったけども、うん、まあ得点を考えるとテンポもよく投げたし、まあ、非常によく頑張ったなという。で一方 DeNA は石田ね、4連勝、うん、負けなしで来てたんだけども、うんうん、まあ、この試合で負けが初めてついたと、うん、で3回65球、9安打6失点ということでね、うん、ちょっとゲームが作れなかったんだけども、うん、まあ、こういう試合もあるよというようなことだね、まあ、ただやっぱこう大城に打たれたタイムリー、うん、なんかはやっぱこう大城の方が読みが深いなという感じがしたね、うん、遅いボール遅いボールでこう追い込んどいて、ずっと速いボールを待ってたんだよね大城がね、うん、で速いボール、まあ結局石田っていうのはまっすぐで組み立ててくるというピッチャーだから、うん、まあそれを待たれたかなっていうような感じもしたし、うん、で巨人は15安打、はい、でこの日初めてモンテスを3番に使ったんだけども、まあ3安打ということで、この3安打も石田の最初の打席にこうスライダー低めの、結構難しいボールをレフト前を打ってて、うん、次に2打席目は初球インサイド寄りのまっすぐをまたレフトに持っていってるんだよね、うん、まあ、ここら辺がやっぱこう日本的な読み方をしてるのかなという考え方としてね、うん、だからもう的確に捉えてるし、で中がアンダースローをどうやって打つかなと思ったら右に追っつけてヒットを打って、ヒットにしてるということを考えると、まあ、非常にクレーバーだし、うん、なんかこう穴が少ないバッターだなっていうのは感じたね、うん、で浅野、はい、ね、2安打、ね、うん、でこの試合で痛かったのはピッチャーに先制点を打たれたということ、うん、まあ、井上春人2安打2打点ということで、ね、うん、あのねスコアシートを書いてる時にね、うん、門脇、浅野、井上って書いたんだよね、うんうん、そのこの日は、うん、あちょっと下位打線弱いなとか思ってて、うん、で坂本が6番にいたわけ、うん、その上にね、うん、で先制点坂本が井上のタイムリーで踏むわけだけども、うん、手叩いて喜んでたわけ、うん、やっぱ坂本もねこの俺から下っていうのがちょっと弱いなっていうのは感じてたと思うんだよねそこで先取点取れたっていうのが非常にこの試合のポイントだったかなっていうね、まあ、11点は取られるんだけど最初の1点っていうのは井上が叩き出したということで、うん、まあ非常に大きな1点だったね、うん、はい、はい、2試合目、はい、6回、うん、ねえ菅野と K の投げ合いでずっと 0-0 で行ってたんだけども、そうそう、ね、6回梶原 DeNA ね、うん、DeNA、うん、菅野の初球のスライダーをホームラン、ね、これはね俺はねちょっと魔が差したと思うよ。おう、あの梶原ってね、はい、早打ちなんだよね、はいはい、だから 1-2 球目っていうのは必ず勝負してくるんだよね、うん、でそこでなんであんなに遅いボールを遅いボール投げますよっていうような感じで投げちゃったのかなと思って、うん、これを逃さなかった梶原って見事だったね。待ってた感じですか。待ってたというかもっと勝手にタイミングがあったという感じだよ、うん、ホームで。なるほど、投げ方でね、うん、だからこれは見事なホームランで、うん、まあ、K も6回99球、うん、3安打3三振2四球2つのデッドボールの無失点ということで、勝ち投手の権利を持って降りてたんだよね、うん、で菅野は6回87球、4安打4三振1四球、この1失点だけでマウンドを降りちゃったんだよ。だからまあ勝ち投手の権利はもちろんないわね、うんうん、で8回伊勢を持ってきた。そう、うん、で先頭吉川にフォアボールね。でピッチャー交代したんだよ、そう、矢崎に。
でやっぱり伊勢に対してのやっぱ信頼度がやっぱり低いんだろうね。いやそれだったら1対0で出さなかったらよかったのにって、そうですね、うん、思うんだけども、うん、まあでも頑張って2アウトランナー1塁、うん、バッター坂本、うん、ああ三遊間抜けちゃったとね、うん、でああこれは1塁ランナーはサードまで行くなって吉川だから、うん、って思ってたらフェンスまで到達してないのに、うん、吉川がいいスタート切ってたね、うん、それを見て亀井コーチがもう一瞬の判断で手回してたね、うん、これはね中継プレーが乱れるんじゃないかっていうね想定のもとで一か八かで回してたね。それは守備の位置とかで判断とかするんですかね。でも普通だったらよフェンスでクッション待ってたらその分時間かかるじゃない、うん、佐野はクッション待たずにフェンスまで到達させないでボールを処理してるんだよ、うん、これねなかなか回せないけど吉川の勢い回ってくる勢いを感じたらやっぱサードコーチは回してもいいな。じゃあ特に DeNA の中継がどうのこうのっていうよりはナイス走塁だったっていうか、まあ一か八かで回してるんだけども、うん、でもそこででもしっかりした中継、まあ、佐野があの中継プレーにしっかりしたボールを投げとけば多分ホームはアウトになってると思う、うん、まあショートかサードが中継のボールをホームに変なボールを投げない限りは、うん、でもそういうことも想定して亀井は回したと思うんだけど、うん、これは素晴らしい判断だったね、うん、でもやっぱこう DeNA のね守りってこれエラーには換算されないんだけどもさ、うん、やっぱこういうところの守りっていうのはすごく大事なんだよね。もうこういうね1点を争うゲームが特にですね、うん、だからこれは亀井コーチに回されたっていうことは、うん、やっぱ舐められてるっていうことだよ。だからそこら辺は悔しくねやっぱ思わないと、うん、DeNA の野手陣はね、はい、うん、だからまあそういう練習もね数多くしてください、はい、ね、まあ、しかし、まあ、延長に入り、そう、平内がオースティンにサヨナラホームランを打たれるという、いい感じでね、あ2対1、あれ初球でしたかね、初球だったね、うん、まあ、真っすぐで入ったんだけどもシュート回転して真ん中高めに入るというね、11回の裏ね、まあ一番やっちゃいけないことだよね、ね、まあ先頭のオースティンということで、まあ大城は外の真っすぐから入ってね、この日はねあのオースティンがねそんなに調子は良くなかったのよ、うん、三振ばっかり取られてて、うん、特に落ちるボールに対してバットがあの回ってたというね、そうですね、前の打席もそうでしたね、そうだから平内もやっぱ落ちるボールがあるんで、うんうん、どっちか入るか迷ったと思うんだけど、まあ、真っすぐ外の真っすぐも合ってなかったことは合ってなかったんだよね、うん、でもやっぱりねいくら当たってないって言ったって真ん中を打つわね、うん、でやっぱチームがどういう戦いをしててどういう位置にいてっていうことを考えたら初球は少なくともやっぱボールから入るんだったら分かるけど、うん、ど真ん中から入るっていうのはちょっとないわな、うんうん、ね、まあでも逃さなかったオースティンがね、まあど真ん中だからって全部がホームランを打つわけじゃないけども、うん、まあ、最後のその集中力というかね、まあ、オースティンが上回ったというそういう試合でした。はい、これ、はい、今季20号ですね。そうだね、はい、まあ3年ぶりかなんかの20号だね、はい、ということで続いて、はい、ヤクルト対広島ね、高橋奎二石川、うん、で広島大瀬良栗、はい、ね、1試合目、高橋奎二、うん、6対3勝ちました、はい、ね、高橋奎二7回94球ヒット4本5三振、うん、無四球の2失点ということで頑張ったね、うん、で大瀬良、5回3分の2 80球 7本のヒットに6失点、うん、いやー珍しいね大瀬良が、うん、ちょっと崩れた、やっぱここら辺ちょっと疲れがきてるのかなという感じはするけども、うん、防御率が、まあ、0点台だったと思うんだけどこの前の、うん、投げる前はね、うん、これが 1.37 にまでちょっと跳ね上がったというね、はい、ちょっともったいない試合だったけども、うん、まあ、ヤクルト6回ワンアウト満塁、オスナがタイムリーツーベース、うん、松本がワンアウト2、3塁からタイムリー、ツーアウト後
ランナー1、3塁から岩田タイムリーツーベース、うん、これで6対1、うん、このね、まあオスナー打って当たり前で松本もバッティングがいい、まあ売り出し中の岩田ね、あこうやっぱいいバッティングしてるし、なんか よく名前出ますよね、うん、体にスピードがあるからパンチ力があるな、うん、やっぱバッティングっていうか、うんうん、シャープだわすごく、うんうん、足も速いんですよね、足も速い、うん、だから守備もうまいしね、それに伴って、うん、だから、まあ、まだ出始めで低打率だけども、うん、やっぱこれ続けてこう使ってほしいような、まあ、選手だよね、うん、まあ、大瀬良から打ったということで非常に自信にもなると思うし、うん、はい、で広島はこの日ダメだったんだけども、末金が2本のホームラン、うん、8号9号、はい、なんかこう新井監督が、まあ、助言したということがあって、うん、まあ打ったということだったんだけども、はい、うん、まあ末金と新井監督の方の相性っていいなと思うんだよね。なんかこういじりやすい末金がいて、うん、まあ新井監督がこういじってこういろいろこう楽しくやらせたら、まあ、2本打ったというね、うん、まあ、8号9号、まあでもこういう選手が打ってくれると、まあ、負けたとはいえね、まあ安心感があるね、うん、はい、はい、で2試合目、8対2、うん、広島、はい、まあ、初回坂倉ツーアウト2、3塁から、まあ、先制のスリーランホームラン、うん、まあ、坂倉がやっぱこう当たってくれるとね、やっぱ頼もしいし、まあしかし2回裏村上が22号ソロホームラン、うん、ね、まあ3回には、うん、小園が2号ソロというホームランで、ね、まあ村上のねホームランで追撃をまた突き放す形になり、うん、で4回、まあ、秋山が犠牲フライ、石原タイムリーツーベース、うん、5回には菊池、秋山がそれぞれタイムリーということで、うん、まあ、徐々に突き放していったんだけども、うん、まあ、広島は16安打8得点、末金が昨日2ホームランに続き今日は3安打ということで、やっぱバッティングの状態が末金が上がってくると必ずこう小園との共演が待ってるんだよね、うん、だから広島のその打線のつながり、まあ、坂倉もプラスいいということを考えると、あ、これはやっぱまた広島がちょっと乗ってきそうな感じがするよね。うん、うん、で栗、はい、6回98球4安打6三振1失点というね、うん、石川、ね、3回53球7安打6失点という、うん、ね、頑張ってほしいけどね、ね、なかなかな勝ち星がつかないね、まあ、200勝へ、ね、向かってまあ、一生懸命頑張ろうとはしてるんだろうけども、うん、まあね、まあ、3回6失点これはやっぱこうちょっときつかったね今日はね、うん、まあ、ただこの戦い方、あ、打ち方、いろんなことを見てると広島はもう一度なんか波を起こしそうな気がするね、うん、いい波が、うん、来そうなこうバッティングの流れが来てるなという感じがするね、うん、はい、まあそういうセ・リーグでした。はい、はい、続いてパ・リーグ。パ・リーグはね、やっぱり一番はもう2、3位争いね、まあそれが一番の注目かな。日本ハムとロッテね、はい、もうソフトバンクマジックついてるしね。まあそうだね、はい、うん、ということで、まあ最初オリックス対日本ハム、はい、ソフトバンクロッテ、楽天対西武ということで、はい、オリックスと日本ハム、オリックスが3連勝でしたね、はい、はい、ソフトバンクとロッテはソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はい、楽天と西武がこれは台風で1試合中止になりましたので、はい、2試合で1勝1敗ずつということになりました。そうだね、はい、もう大変だったのはね、日本ハムが大阪入る、ソフトバンクから西武から自分の福岡に帰るとか、うん、もう朝5時起きとかで移動したらしいからね、なんかもうね、ロッカールームで仮眠を取っている選手がいるとかね、大変だったみたいですけど、あ、まあ、最後に来て大変だったと思うけどね、うん、はい、でオリックス対日本ハム、はい、才木、宮城、山下、俊平太、うん、で日本ハムは北山、バーヘーゲン、伊藤ということで、うん、初戦、ね、5対1オリックス、はい、で水野が先制タイムリー、はい、で3回にね、その裏日本ハム送球ミスで同点にしてしまうんだよね、与えてしまう、うん、で7回裏大里ワンアウト満塁からタイムリーヒット、
広岡がツーアウト満塁からタイムリーで4対1、うん、あ日本ハムは5安打、河野が3失点ということで、ちょっとね河野がちょっと心配なんだよね、うん、日本ハムの方は中継ぎの左で、まあ、宮西もいるんだけども、やっぱ河野が左の中では軸なんだけどもね、うんうん、だからこのピッチャーがちょっとこう状態が悪いっていうのが少し気になるかなという、うん、それと日本ハムの方は徐々にあのバッティングの方がちょっと湿ってきてるかなという、まあ、感じがする、うん、まあ、確かに最強は良かったけどもね、うんうん、力のあるボールを投げ込み、北山もそんなに悪くはなかったんだけども、うん、まあミスから同点にされみたいな、そういうところもあったよね、うん、はい、で7回裏にね大里がワンアウト満塁からタイムリー打つんだけど、うん、やっぱ大里はいいね、いいね、うん、ヤクルトの岩田みたいな感じで、はい、やっぱ体にスピードがあるし、うん、やっぱシャープだね、だからいいなと思って、で広岡も、まあ、久しぶりに見たけど、うん、やっぱ積極性があるし、うん、ね、先っぽでもセンター前に持って行ってみたいなタイムリーだったけどもね、うんうん、まあだけど非常にあの日本ハムじゃないオリックスが強い時のオリックスのような、なんかこう小刻みだけども点を取ってくるというような、うんうん、まあ、そういう試合展開ができるようになってきたかなという感じがするね。なるほど、はい、はい、で2試合目は、宮城、はい、ね、3対0、うん、宮城が7回96球3安打3三振1四球の無失点というね、うん、いやー宮城は久しぶりに良かったというか、うん、いや、まあ援護点がね先にもらえたんで、うん、まあ非常にあのまあ悠々というか自信を持って投げてたのかなというのを感じがするよね、うん、で4回森が先制ホームラン、はい、まあ、5回には中川タイムリー、西野がタイムリーということで、まあ、あとはこう宮城のあと外国人2人がね、マチャドとかこう抑えて、フェルドモとね、うん、外国人2人がつないで、まあ逃げ切るんだけど、日本ハムは3安打ね、ちょっと打撃がちょっと心配ですね。そうだな、まあこの日は西田もやったのかな、甲子園で新庄監督が見に行ってたけども、そう、この日だったっけ、この日ですよ、多分そうだね、昨日一昨日、うん、昨日、うん、あ、そうだね、うん、でこの夜には清宮が双日を見に行ってたんですよね、自分たちの試合を挟んで前と後ろで甲子園高校の試合があったっていうこと、まあ、ね、まあ、だけど新庄監督にしたら連敗した感じの気分だろう ね、 ね、石さんも負けたし、ね、まあ、清宮に至っても負けたからね、すごい試合でしたけどね、すごい試合だったけどな、うん、まあだけどちょっと打てないっていうのがね、ここ不安になってくるよね、ね、はい、はい、で3試合目、うん、山下俊平太、はい、まあ久しぶりに勝ちました、うん、でね久しぶりに彼らしいような投球がまあちょっと見れたかなという感じがして、うん、で5回88球2安打9三振4四球、うん、まあちょっとフォアボール多いんだけど、まあ1失点には抑えた、今季初勝利ですね、はい、うん、で伊藤大海、はい、やっぱねこういうちょっとチームが苦しんでる時に頑張ってほしいのがやっぱこうエースなんだけども、5回3分の2 85球、うん、5安打4三振1四球の5失点ということで、うん、ちょっとゲームを作れてない、うん、そのゲームを作らせなかったのが杉本の2本のホームラン、まあ、2回にソロホームラン、うん、ね、4回には7号スリーランホームランで2打席連続のホームランを打たれてるんだよね、うん、だからここら辺はねやっぱもう少し工夫が欲しかったのかなっていうような感じがするな、うん、やっぱ同じバッターにこれ打たれるとやっぱこうちょっとショックが残るし、チームメイトもねえっと思うような、うん、こともあるだろうし、で6回には森が9号ソロホーム、まあちょっと簡単に打たれすぎかなというような感じはするけどもね、うん、うん、ただ山下俊平太が戻ってきた、うん、宮城が勝ったね、そうなってくるとやっぱオリックスの力っていうのはまあ発揮できるし、うん、でこの試合もやっぱ小刻みというか、まあ、豪快にホームランは出てるんだけども、だけどやっぱこうなんていうかな、間で取っていってるよね、うん、だからこういう点の取り方っていうのはやっぱオリックスの特徴かなという
の感じがするし、うん、強い時のオリックスの形だよね、うん、いっぺんに取るんじゃなく小刻みに取っていくというね、うん、だからまあオリックスの力はちょっと戻ってきてるかなという感じがします。はい、で日本ハム打線が低調の中でこの3試合、うん、松本剛がノーヒット、清宮がノーヒットなんだよね、うん、で状態がいい時っていうのはやっぱり 松剛がねこうホームランとかじゃなくて地味だけどもやっぱりランナーに出ててプレッシャーをかが与えてたんだよねバッテリーに、うんうん、まあ、それによってレースが打てたりだとか、うんうん、マンちゃんが打てたりだとか清宮が打てたりとかしてたと思うんだけども、うん、まあ、松郷がやっぱノーヒットっていうのは3試合で、うん、まあ、大きかったということ、それと清宮もノーヒット、まあ、ちょっと疲れも来てるかもわからないけども、うん、やっぱちょっとここら辺ね休んでる場合じゃないし、うん、ちょっともう頑張らないとなっていうふうには思うよね、うん、まあまあ切り替えてね次頑張ってほしいと思いますね。一日置いて次ね。はいはい、はいはい、続いてソフトバンク対ロッテ、うん、1試合目有原、はい、スチュワート松本春、うん、ね、でロッテは石川カイケル、うん、種市ということでね、はい、で1試合目4対0ソフトバンク、うん、有原完封 ねやっぱこう2試合ねちょっとねとちらかったんだよね、うん、有原が、うん、まあやっぱり疲労から来るもんだと思うけども、うん、やっぱちゃんと調整をしてきてこの日は完封9回103球4安打、3三振1四球無失点ということでね、うん、やっぱこうハマったらやっぱ打てないピッチャーだねこれはね、うん、で石川4回63球5安打、まあ、4失点というね、うん、まあ、ちょっとゲームを作れなかったっちゃゲームを作れなかったね、うん、でねソフトバンクの、まあ、見事さっていうのは、うん、やっぱ立ち上がりピッチャーの立ち上がりに点を取ることが多くて、うん、でこの日はね栗原を休ませてんだよね、うん、で3番に柳町を入れてるんだよ、はい、これが4号ツーランホームランで先制するんだよ、うん、で続く山川が27号ソロホームランでもう一気に3点取るで3回には近藤がタイムリー4対0、まあ、見事なんだよね。だからよく国語監督も選手を把握してんなと思ってさ、うん、栗原の代わりに誰を3番に入れるってこれ結構大きな問題だったと思うんだけども、そうですね、うん、でもやっぱここのとこ状態のいい柳町をスッと入れて、うん、で一発回答で4号ツーランホームランを打ってくれるというあたりがソフトバンクの、まあ、強さかなっていうふうには思うよね、うん、でロッテは4安打ということで抑えられね、ロッテもやっぱ2位はね死守したいだろうから、うん、まあ、4安打で負けてる場合ではないんだけども、うん、でも有原がやっぱこう素晴らしかったということでね、うん、はい、で2試合目、うん、5対2ロッテね、カイケル、はい、サイヤング賞投手、これは2015年かな、そうに取ってて、もういい年になってんだね、36ぐらいに。カイケル投手。カイケル投手もね。そう、元旦生まれですね。ね、36歳。ね、で5回、73球、3安打3三振、2四球の2失点ということで、うん、まあ初回、柳町タイムリー、山川タイムリー、うん、で、まあ2点取られるんだよ。うん、ただね、やっぱね日本で初登板でしょ、うん、でまあ敵地ということで、であんまりもう日本の野球には初めて登板するわけだから、うん、まあそれらの緊張感もサイヤング賞を取ったからって言ったって、うん、やっぱあるよね、うん、でその中でまあ2点は取られたんだけども、うん、だけどその後はやっぱ見事だね、うん、やっぱサイヤング賞を取る人ってやっぱ制球力がいいわ、そのバウアーもそうだけど、やっぱね無駄なことしない、うん、どんどん攻め込んでいく、うん、それとやっぱこう抜き球スライダーを曲げ球落ちる球、この3種類は必ず低めに丁寧に投げる、うんうん、だからこれからもゲームはしっかり作ると思うよ、うんうん、ただね圧倒するボールはないんだよ、うん、圧倒してってどんどん攻め込んでいくっていうタイプじゃない、やっぱ打ち取るっていうタイプだから、うん、ある程度点もいる、うん、だからロッテがある程度点を取っていければ、平均4点取っていければ、うん、多分このピッチャーはねそんな負けないと思う、なるほど、うん、だから3点以内には必ず抑えてくるという、うん、そういうピッチャーに見えた俺はね、なるほど、うん、だから非常にいい投手を、
まあ、取ったかなというふうに思う、うん、はい、でロッテはね、まあ、2点先制されたんだけども、うん、2回表に中村がツーランホームラン、はい、打って同点、うん、で8回、まあ、2対2でずっと行ってたんだけども、うん、投手の投げ合いでね、うん、同点から、まあ、先頭打者エラーで出る、うん、まあ高部が出るのかな、エラーで出る、はい、でフォアボール、うん、で申告敬遠で満塁、ツー、はい、アウト満塁からポランコが走者一掃のタイムリー、うん、タイムリーツーベースで、まあ、3点を取る、で都合5対2で、まあ、勝つんだけど、結局ロッテはね2安打で勝つんだよ、ね、すごいよね、すごいよな、ね、前日は4安打に抑えられ、今日は2安打で抑えられたけど勝ったという、2安打で5点取って勝つってなんか不思議な、いや勝つだから、まあ、エラーから始まってフォアボール、うん、申告敬遠、タイムリーツーベースだから、うん、それはやっぱこう全部こう無駄なランナーだよね、うん、で中村の時も返したランナーは中村の1点ツーランになったのはフォアボールで出てるランナーだから、うん、だからいかにやっぱフォアボールっていうのが怖いかだよね、うんうん、だけどカイケルが投げた試合で勝ちはつかなかったけども、うん、勝てたということは、まあ、幸先はいいよね、ね、ロッテはね、うんうん、で3試合目、2対1、はい、ソフトバンク今季初先発松本春、はい、初勝利、ねね、おめでとう、おめでとうございます、ね、はい、5回68球、2安打3三振1四球の、うん、無失点という、ね、やっぱフォークボールもいいね、うん、フォークボールもいいしスライダーもいいし、でボールにキレあるし、うん、だから非常に面白いピッチャーだなっていうふうに思った、うん、なんかねこう正統派の左ピッチャーだね、なるほど、あまたやっぱこうソフトバンクが出てきたなというね、アジア大学からね、そう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 2年目、うん、そう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 、いやだから本当にソフトバンクはあの若手をパッと使って戦力にしていくなという感じがするよね、うん、それで投げ合ったのが種市、うん、7回118球7安打8三振1四球2失点ということで、うん、まあ種市もね素晴らしかったんだけど、5回牧原、先制ホームラン1号、はい、初球、うん、牧原ってねファーストストライクで大体振るって言うんだよね、これ達川さんも言ってたんだけど、はい、特に左のファーストストライク、左ピッチャーのまっすぐのストライク、うん、これは全 100% 振るってよ、へえ、うん、いやだからやっぱね牧原の入り球っていうのは、うん、やっぱこうここまでホームランが なかったから、うん、あんまり考えてなかったと思うんだけどホームランっていうのはね、うんうんうん、やっぱここら辺でやっぱ牧原がね初球をホームランするっていうのはまあ見事だね、うん、で7回には甲斐がね、まあ、タイムリーを打って、うん、8番9番の打点で勝利という ねすごいよねやっぱね、まあ、充実してるなというね、でロッテは9回2アウト満塁、ね、角中が押し出しのフォアボールを取って、うん、もう1点差に迫るも、まあ、小川が三振という、ねね、まあ、1球ボールだったんだよね多分高めの、うん、外の、うん、あれを見逃せるとまたピッチャーも嫌な感じが残ったんだろうけども、でも松本も力あるからね最後のね、うんうん、これでソフトバンクマジックは23という、という間に優勝した着実ですね、着実に始まりますね、着実もいいとこよ、ね、着実もいいとこよ、はい、はい、まあロッテはね、うん、まあちょっと、うん、まあ、日本ハムを追っかけるにね、うん、ちょっと日本ハムが3連敗してる中で、うん、まあ1勝はしたけどもね、ソフトバンクに、まあ、勝ち越せなかったっていうのは痛いね、ね、もうここ2位、はい、3位はもう熾烈ですからね、まあ熾烈だからね、うん、はい、最後、はい、楽天対、西武ライオンズ、小蛇、竹中、はい、西武は今井、竹内、うん、試合目11対4、西武すごいね、うん、まあ、西武は1、2回で11点、ね、ね、1、2回で10安打、4四球、2つのエラー、何があったの、もうもらったらまあ11点ぐらい取るわなという、うん、まあ、感じがするよね、もうちょっといっちゃかめっちゃかなっちゃいましたね、うん、まあそうだな、まあ11対4、うん、でまあ源田がね4安打、うん、山村が3安打、まあ共に2打点ということで、まあ、源田がやっぱこうやって元気だとね、なんかすごく打線がつながっていくような気もするし、うん、
で山村も非常にバッティングがいい、ここら辺で本当に自分の地位を確立できるとね、うん、まあ、非常にいいなというふうに思って見てるんだけどもね、はい、うん、まあまあ共に2打点ということで、まあ、チームに貢献した、うん、ただし楽天、はい、中島、うん、まあ、これルーキーなんだけども、はいはい、まあ、3安打2打点という、まあ、こういう試合の中でもね、うん、やっぱ自分が一生懸命やるという、やっぱもう途中で切れるとかそういうことではなくて、うん、やっぱり自分の、まあ、与えられた仕事をね、まあ、しっかりやった証拠が、まあ、3安打2打点につながったと思うんだけども、うん、まあ、非常にいい活躍をしたなっていうふうに思うよね、うん、やっぱルーキーっていうのは11対4、ね、点差いくら離れててもやっぱ見られてるからね、うん、で今がチャンスだし、ね、楽天を背負っていけるような選手になってほしいと思うしね、うん、まあ、3安打2打点はやっぱこの展開の中では立派だったなっていうふうに思う ね、 ね、はい、はい、で2試合目、6対1、うん、楽天、まあ、竹内、うん、ね、すごく期待のピッチャーだけども、はい、まあ、先だってやられたんだよね。そう、あ、で今回どういう風にするかなと思ったら、うん、5回92球、うん、9安打5三振無四球6失点、うん、これがねちょっと狂ったのが、2回ワンアウト満塁から、うん、ルーキー対決になるんだよ、中島と、はいはい、で、まあ、竹内もルーキー、中島もルーキーということで、うん、ツーナッシング追い込んだんだけども、うん、やっぱど真ん中に入ってタイムリーヒット打たれるんだよね、はい、こっからちょっと状態がおかしくなったな。なるほど。で続く小深田に対しての変化球が高めに浮き、村林にも変化球が高めに浮いてタイムリーを打たれるという、うん、でこの回6失点、一気に6失点というね。だから、まあ、ボールが高く浮き出した、しまったと思ったのは中島の、ね、勝負球、うん、ツーナッシングからじゃなくてやっぱ誘い球を見せながら勝負に行ったらちょっと違った結果になったんじゃないかなっていうふうには思うけども、ちょっとこの回暴投もあったりして、ね、そうなんだよ、うん、暴投が6点目になったでしょ。そうです、ね、だから非常に動揺してるというかさ。そうですね、うん、だからちょっとこうこの回だけはもったいなかったなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがしたよね、うん、はい、で投げ合ったのが滝中、はい、6回79球、うん、3安打2三振1つのデッドボールに1失点というね、うん、まあ、非常に好投と言ってもいいと思うんだよね、うん、でこれ変なプレーがあったんだけど7回、うん、昼間がツーアウトランナーセカンド、はいはい、昼間がライトへタイムリーと思われた、うん、ね、で大郷が一塁に送球するんだよね、ホームに送球すると思ったら、うん、そしたら昼間がアウトになっちゃったんだよ。一塁でね、一塁で飛び出しててね、うん、でツーアウト二塁のランナーがホームインの前にタッチアウトだから一塁が、ね、得点ならなかったんだよ。スリーアウトが先成立しちゃったもんね、うんうん、はい、いやどこ見てたのかなと思って。誰が？昼間先生。昼間いやいやだって自分の目の前じゃない、うん、だからどこに投げてくるかっていうのが、ああ危ないと思ったらすぐ戻らない。まさか自分とこと思わなかったんですかね、ホームに投げるかなって。いや、まあ、確かにホームにね繋ごうと思ってたと思うんだよ、うん、でホームに繋いだらセカンドまで行っちゃうみたいな思ってたと思うんだけど、いやだけどそれはやっぱりしっかり確認しないとね、ね、うん、びっくりしましたね、うん、まあ、こういうプレーが出てる間はセーブはダメだよ、うん、ね、頑張らないとね、本当ね、はい、はい、まあそういう試合でした、はい、まあ竹内ね2試合連続でこう KO されてるけども、うん、ちょっと踏ん張りどころだな、うん、頑張らないと。でやっぱりプロっていうのは、まあ、研究もしてくるだろうし、うん、やっぱ攻略法っていうのは見つけてくるから、うん、だからその上をね早く受けるような投球をしないとね、うん、まあ、なかなかこうプロの世界では、まあでも物がいいからね、うん、まあ、すぐその壁は越えるとは思うけども、はい、じゃ一つね、ここ一つ山ですかね。まあそうだね、うん、まあ有原もさっきの話をしたけども2試合連続で、ね、ノックアウトみたいな6失点6失点かなぐらいしてたから、まあそして完封と。だから竹内も2試合ね、次はね、まあ次は頑張れということでね、うん、はい、はい、で明日から、うん、明後日からね、いて、はい、はい、まあ巨人は広島、うん、まあ阪神はヤクルト、うん、で DeNA は中日ということでね、はいはい、まあやっぱなんといっても巨人広島だね、うん、まあ、首位攻防をやってる間に、うん、阪神がヤクルトに対して勝って差を詰めれるかどうかだよね、うん、これは首位を走ってる広島が
ね、3連勝しちゃったらそれは絶対つまらないんだけども、いやだけどこう巨人も頑張るだろうし、うん、ね、だから星を潰している間に阪神がどれだけ詰めれるかどうか、ね、まあ、そこはちょっとあさってからのポイントだ ね、 ね。でパ・リーグの方は何といっても ZOZO マリンで行われるロッテ日本ハム2位3位ね、2位3位もうここはやっぱ見逃せないよね。ここゲーム差ないですからね、今ゲーム差ないし、で日本ハムの方は3連敗してるしね、うん、だからまあ状態はどういうような状態で入ってくるかわからないけども、うん、やっぱこうまあ壮絶な試合がね予想されますよ。これは日本ハムとしては何が何でも勝ちたいしね。まあそうだね、ロッテとしては2位に上がるチャンスですしね。まあそうだね、うん、まあまああのね、暑さも少し和らいできたかなっていうようなところだけども、ちょっと昼間はまだ厳しいですしね。まあ厳しいけどね、あとちょっと天候の不順もね、うん、結構ありますね。雷雨だったりね、まあそうだね、台風がいっぱい来たりね、はい、はい、まあまああのね、これからが勝負どころだからね、ね、頑張ってほしいと思います。怪我しないようにね。本当それです。はい、頑張ってください。はい。はい。